はい、どうもこんにちは、笠原です。酒井です。今日は冬の正しい温度管理についてというテーマでお話をしていきたいと思います。最近の冬ってさ、もういきなり来るよね。そうですね、もう秋がないっていう感じですよね。ね、もう秋大好きなのですよ、ね、食欲の秋あ、確かにね。あの皆さんも、もう暖房つけてらっしゃると思うんですけれども、今一度温度管理がしっかりできているかどうか、ぜひ参考にしてみてください。まず冬の暖房っていうと代表的なのはエアコンですよね、あとはまあファンヒーターとか使ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、この設定温度ってできるじゃないですか、設定が、あれって何度ぐらいにしておいたらいいのかなっていう疑問があると思うんですよね。そうだね、意外にね、誰も教えてくれないんだよね。個人的には20度から23度、このくらいでいいです。冬が厳しくなってくると結構もうちょっとね、温度設定高めにしたりとかもすると思うんですけど、そのあたりはどうなんですか。室温だよね、室温が20度から23度を保てていれば OK っていう考えでいいと思う。なので、その室温を測ってもらって、それで設定温度23度なんだけど18度しかないわっていうなら、やっぱりその設定温度を少し上げてあげる必要はあるよね。設定温度に正しくその室温がなるかどうかっていうのはやっぱりその状況によって変わってくると思うので、あの温度計しっかりつけた方がいいっていうことですか。そう、温度計をぜひつけてほしいですね。あとね、ワンちゃんのいる場所ってやっぱり人間の足元、足元って寒いんですよね。そうですね、底冷えって言いますからね、やっぱり暖かいあの空気が上の方に行っちゃうんで、下の方は寒いんですよ。ワンちゃんのことをしっかりと考えていただけるのであれば、下の方の気温を測ってほしいんですね。あ、じゃあ温度計もこう上じゃなくて足元に置いた方がいいですね。そう。で、その足元の温度が20度から23度くらいだったら、基本的にはワンちゃん過ごしやすい環境で過ごせてるよねって言えると思いますね。ただ忘れちゃいけないのが、暑がりなワンちゃんもいるし、寒がりのワンちゃんもいるっていうことなんですよ。最近だとどっちもっていうパターンもありますよね。ワンちゃんによってはね、ある、あるんだけど、あの例えばロシアで生まれたシベリアンハスキーとメキシコで生まれたチアワだったら、その気温の感じ方っていうのは、室温の感じ方っていうのが全然変わってくるっていうところも、ちょっと飼い主さんには理解しておいてほしいことかな。冬のこの暖房についてちょっと疑問があって、あのワンちゃん用のペットヒーターってあったりするじゃないですか、あれをつけてる場合、まあ、例えば留守番中なんかはエアコンとかヒーターつけなくても十分暖かく過ごせるんですかね。それもね、別にエアコンが絶対じゃないから、ワンちゃんが過ごしやすい環境であれば全然それでいいと思う。ペットヒーターなんかで言うと、基本的には暖かい面とぬるい面って2つ備えてるものが多いんだけれど、状況に応じてじゃあこっちにしてあげようか、で今日はちょっと寒いからちょっとこっちの暖かい方にしてあげようかっていうような工夫ができれば、基本的には問題ないかなっていうふうには思います。ちょっとね、夏と冬の話をしたいんだけど、夏場、当然気温が高いんだけれど、質も高いんだけれど、その時には、やっぱり飼い主さんがいろんな工夫をしてあげないと、ワンちゃんの命に関わっちゃうこともあるんだよね。で、逆に冬の場合は、ある程度その暖かい場所を用意しておいてあげれば、ワンちゃんが自分で選べる、私はここにいたいですっていう場所を選べるんで、そのヒーター一つ置いといてあげれば、自分でどこにいようかなっていうのを、居やすい場所にいるっていうことは言えると思うので、ヒーターだけでもいいのかなっていうふうには僕は思いますね。どちらにしてもやっぱりワンちゃんが選択できるっていうのは大事ですよね。そうそう、あのワンちゃんもやっぱり頭がいいので、ちゃんと自分で選んでくれますから、そこはね、飼い主様心配しなくても大丈夫かなっていうふうには思います。例えばこのワンちゃんが今寒いのかちょうどいいのか、このあたりって確かめる方法とかってあったりするんですか。そうだね、寒がってるかどうかはある程度行動を見てれば分かるのかなと思うんだけど、例えばワンちゃんも人と同じように震える、ブルブルってガタガタガタ、はい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 、ああいう行動を同じように取ります、その行動が見えたらまず寒がってますね、ただこの震えるっていうのが場合によっては緊張とかそういったことでもやったりするんで、あのチワワとか特に寒くない時でも震えてますよね。なんかそこはちょっと飼い主様が判断してほしいんですけれど、 あとは普段まっすぐベタっと寝ているような子が丸まって寝ている、ワンちゃんの体温って38度5分くらい、38度5分以上くらいあるんですけれど、お腹を触ってみて、人間の体温から比べて
べて暖かくなかったら、うん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 、その体温を維持できていないということになるので、うん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 、その時はそのもう少し暖かくしてあげないといけないのかなっていうふうな気づきにはなるのかなと思いますね。やっぱお腹を触るのがいいんですか？毛がないから体温を感じやすいので、お腹触るのが僕は一番分かりやすいかなと思います。あとはこのサークル外の場合とこの話し外の場合で、なんか暖房について考え方が変わったりはしますか？あー、まあ、サークルの場合は基本的にも飼い主様が設置しておくから、その場所が果たして合ってるかどうかだよね。そのサークルの場所ってことですか？そうそうそう、例えばサークルの場所的に寒い場所もあると思うんだ。あー、窓際とか。そうそう、はいはい、だからそういう場合はサークルの場所ごとちょっと変えてあげた方がいいよねっていうのはあると思うし、放し飼いの場合はワンちゃんが自分でいる場所を選べるんだけれど、まあ、ベッド置く場所だよね。そのあたりはここがいいよねっていう場所を飼い主様が決めてもらった方がワンちゃんは過ごしやすいかなと思う。例えばその建物の中、家の中でも外壁に面してる壁と壁の奥がまだ部屋の場合って結構全然違ったりしますもんね。温度が触ってみるとやっぱりヒヤッとするんで、外壁側って。そうそう、なのでここも室温をしっかり測ってもらって、うちのワンちゃんだったらここがいいよねっていうのを決めていただけるといいなっていうふうには思います。一つね、注意していただきたいことが、エアコンの風、これはね、サークル外でも放し飼いでも、どちらでも直接当たらないようにはしてもらった方がいいです。乾燥をしますよね、風当たるとね。そうそう、あの特にね、冬場って乾燥しちゃうから、まあ、フケが出たりとか、痒くなったりとか、そういった症状が余計に出てしまう可能性がありますし、もしかしたら喉痛くなっちゃうかもしれない。喉痛くなるんですかね？ちょっと聞いたことないんで。あ、そうです。ありそうな感じもしますね。ありそうな気もするから、はい、できればちょっと避けてほしいなって思います。あと最後に一つだけ注意なんですけれども、低温やけど、ペットヒーターとかファンヒーターとか使ってる際なんですけど、ワンちゃんでも低温やけどってあるんですよ。で、これにはちょっと注意をしていただきたいです。だいたい44度から50度くらい、まあ、少しワンちゃんからしても高めの温度なんだけれども、そういう温度で、まあ、ずっと温められてると、やけどしちゃうんだよね。で、普通のやけどと違って、治りめちゃくちゃ遅いんですよ。めちゃくちゃ長引くんで。そうなんですか。で、ここはね、ちょっと飼い主様気をつけていただきたいなと思います。もちろん商品によって違うとは思うんですけど、基本的にベッドのこのクッションの下とかに入れないでくださいっていう商品とかね、あったりするんで。あ、そうだよね。結構クッションの下にヒーター入れる方って多そうじゃないですか。多い。今日も言われました。下に置こうと思ってるんだって言われて、物によってはダメなケースあるからちょっと、ちゃんと見てねって話をしたんだけど、なんか付属されてるこのカバーとかそれはいいと思うんですけど、大きなクッションとか分厚いクッションを上に引いちゃうと熱がこもって、熱くなっちゃう、ね、熱くなっちゃうんですよね、機械が。そうそうそう、そこは注意していただきたいですね。そうですね。ファンヒーターのガードとかもありますからね。 あるね、でワンちゃん本当にファンヒーターの目の前陣取りますから。いや多分ね、皆さん分かると思うんですけど、あるあるだと思うんですよ。すっごい近く見えるよね。本当にもう、しかもずっといますからね、そこに。で、人間もね、寒けりゃこう当たりに行くんですけど、その前にスッってきて鼻触ったら熱っみたいな。もうね、特等席になっちゃって、ね、そうなんですよね、本当に暖かいの好きな子多いんですけどね、危ない時もあるんで、見てあげてください。そうですね。まあ、あとこたつとかも、あ、こたつもね、そうね、注意ですね。ガンガン入ってガンガンこう寝てるからね。このあたりはちょっと飼い主さんがたまに、ほらほらって出してあげたりとか、移動させてあげるとか、そうね、ガードを使うとかね、いろいろ工夫してもらってってことですね。そうだね、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに冬場って、まあ、冬場に限らずですけど、店長お風呂、湯船、使ったりします？あんまり好きじゃないのよね、湯船使うの。そうなんです。うちの湯船に使うのは。そうなんです。お風呂屋さんとか行く場合はもちろん使うんだけど、なんとかシャワーで済まそうとして頑張る。そうなんですか。で、入った後は若干の後悔は残るよね。あ、そうです。寒むみたいなね。あ、そうですよね。いや、僕がね、結構暑い温度が苦手なので、あ、はいはい、すぐに出ちゃうんですよね。ぬるい温度でゆっくり入ってたいっていう。おお、あ、でも僕は入るときは、割と暑くしますね。42度とか。あ、結構暑いですね。僕無理ですわ、ね、42は。40ぐらいが僕ちょうどいいぐらいなんで、ちょっとずつ温めてって42度くらいで止めて、
うっつって出る感じ。あ、そうなんです、うん、45度の人とかいるのかな。いや無理だと45は。いや、江戸っ子は熱いお湯じゃないといかんっつって45度だって言ってる、うん、なんかお父さんがいるのかなみたいな。